夕暮れ物語、朝比奈京子。あの子のことはもういいよ、どうか幸せ見つけてね、彼岸参りの帰り道、土砂降りのバス停でつぶやいたお母さん、あなたを愛した女がなくした悲しみを競い合いながら、ただささやかに生きると、決めた。